牧口淳氏8月20日代は日本の弁護士、北海学園大学出身の生え抜き放送の一人、札幌弁護士会所属専門は、障子全般と日本法制史。在野で北海道の法制史を研究。元弁護士法人政経総合法律事務所所長。現在は同事務所客員弁護士、北海道古群白村出身。 1949年札幌地方裁判所岩内支部に事務官として入所。1960年北海学園大学経済学部2部中退。札幌地方裁判所書期官などを経て司法試験に合格。1969年弁護士登録。1979年札幌弁護士会副会長。1981年 札幌トヨペット厚生館在任。1984年北端夕張炭鉱株式会社厚生館在任。1988年札幌弁護士会会長、北海道開発審査会会長。1989年北海道弁護士会連合会理事長、札幌市教育委員会委員長。1991年日本弁護士連合会副会長。 1994年札幌大学法学部非常勤講師。1998年拓銀提当証券被害者弁護団団長。2002年日本調停協会北海道支部長。2003年札幌大学法学部非常勤講師。ありがとうございます。